明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。どうですか、いかがお過ごしですか？非常に一生懸命やっております。やっぱりメリハリなんで、今年はついに本気出す年です。おやってきました。今年も A を YouTube 頑張っていこうと思うんですが、お願いします。一発目の動画はですね、スゴロクを用意させていただきました。ふむふむふむ。 A の新春スゴロクというものを用意しましたので、まあこれをやっていただいて、はいはい、皆さんに楽しんでもらおうかなと思っているんですが、まあせっかくやるなら視聴者の皆さんにも何かお年玉的なものができたらいいなと思っています。ああ、それ素晴らしい考えですね。そこでですね、11回分このチャレンジがあるので、なるほど。成功回数によって、はい、サイン付きポストカードなんかを、でさらに、今、たけるさんが着用されている、はい、ルームウェア。これめちゃくちゃ気持ちいい。プラス、こう、羽織れるカーディガンもあるという。まあ、これを A のスタッフからお年玉プレゼントということで、成功回数によって、プレゼントの枚数も増えていくと。おぉ、いいですね。はい。たけるさんにはぜひ頑張っていただきたいということです。頑張りましょう。では早速こちらがコマになりますの でサイコロはちょっと今回特別に1から3までしか出ないサイコロを用意しています。なるほど。その止まったマスにチャレンジが書いてあるってことやね。そうです。そんでそれをできたらよくて、失敗だったらダメでみたいな。ほれ3です。1、ああ謎解きを通り越してしまう。3、福洗いをする。3人判定、平均60点以上。なんだこれは。福洗いなんかもう子供の時以来やってる。おお、すげえ完成形だ。これが後ろにいるスタッフが作った福笑いを見て、これは何点かっていうのをボードに書かせていただきます。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、それの平均が60点以上。平均が60点以上ってことね。オッケーオッケー。これが100点状態ですね。そうです。わかりました。オッケー、やります。お願いします。まずは私の口になります。お口をですね、ここにつけます。こちら私のお口になりますので。そしてですね、続きましてこちら鼻になっております。こちらをですね、ここにここにつけます。あ、でこちら私のほくろになります。このほくろはですね、鼻に対してこの位置になります。ついた、今ついてます。ここから重要ですね、非常に。こちら、私の左目になりますので、こうです。おお。こちら、私の右目になりますので、こうです。続きまして、これ何、左眉なのでこうです。で、右眉ですね。右眉なのでこうなります。で、ここからあれあれこちら私の何になりますか。あ、なんかすごい目と目が近い気がします。もうちょっと話します。これ何、これ何。あ、こうなってんのか。で、ここに鼻があるべき。で、お口どうですか。どうですか。ちょっと困り眉にしますね。ちょっとで、こういう眉毛に憧れがあります、ね。口角は片方上げておきます。できました。お。元の俺の顔というよりかは、俺がなりたい理想の顔ということなので、なりたい理想の顔ということなので、それを踏まえて点数の方よろしくお願いします。承知しました。はい。はい、では審査が終わりましたので、マイナス外してください。おお。おお。うまない。ほくろの位置とかほぼ完璧でしょ。ほくろ完璧。うまない。ちょっと口が出ちゃいましたが、それ以外完璧じゃないですか。じゃあ点数を一人ずつ、はい、開いていって、これ、はい、見ます。65、はい、平均を超えております。60点、合格点を超えております。次35、お、一人嫌なやつがいる。一
一人嫌なやつが紛れ込んでますね。平均60点か。80点以上だったらいいってことだから。はい。82はあり得るぞ。いきます。うまない、完璧じゃない。いきます。30。はい、ダメでした。ダメでした。平均は40点ちょっとでした。30は低すぎやねん。ちょっとこれがこの上に行ってたらもう良かったってことでしょ。でもこれよりこっちの方がいいくない？惜しかったですね。誰とも競ってないわけですから大きい数字を出す意味が何もない。むしろずっと1でいいぐらい。はい。2。剣玉をする。3回以内に剣先に入れる。無理です。剣先でしょ。はい。剣先に入れたこと俺ない気がする人生で。ここでしょ。練習していい？もちろんです。1回練習しましょう。絶対無理なんだ。どうやって入れるの？ちょっと待って、シミュレーションしよう。すっごいシミュレーション。オッケー。膝すごい使いますね。オッケーオッケー。行くぞ。はい、じゃあ1回目お願いします。よし。失敗です。シミュレーション完璧なんだよな。よし、では2回目お願いします。失敗です。まあ3回チャレンジで2回目に入れたってしょうがないじゃね。こういう何回目チャレンジっていうのはね、結局この最後の1回に入れれるかどうか。今年はついに本気出す年。では3回目、ラストチャレンジです。お願いします。すごい！皆様のために、出ました。人生初ですか？人生で初めてやりました。今年も皆様に、幸せな出来事が起こりますように。武井さん、もう動画終わるみたいな感じになっちゃうんだけど。いや、でもすごいっすね。今年はやるって言ってたの。はいはい、そうなんです。見せていただきました。これで、その、どういうことが起きたの？ルームウェアが1名様に抽選で。よし OK、 1名の方にこのルームウェア、この3つ、3点セット、3点セット全部、はい、素晴らしい。これを1名の方にプレゼントできるってことですね。はい、これがなんかもう一個クリアしたらそれが増えていくってことですね。そうです。OK! ポストカードもついてくるということです。よし、すごい、おめでとうございます。2024年、いい始まりですね。そうですね。いただきます。3投目お願いします。1、仕事に関する質問かける5問。去年、うん、視聴者から質問をいただいたんですけど、うん、まだまだたくさんあるということで、なるほど、まあ、せっかくならここでゆっくりちょっと5問答えていただこうかなと思います。わかりました。丸1、仕事をする中でのやりがいは何ですか？私がやらせてもらっている仕事は本当大変光栄なことに感想を直接いただけたりするので、見たよとか、あれすごく好きだったとか良かったとか言ってもらえる声を聞いたときは、やりがいのあることをやらせてもらってるなって思いますね。ただ一人でコツコツやってる時も、役作りの練習してる時とか、あくまでも自分がどこまでいけんのか、自分との戦いみたいなやりがいを感じたりするので、お互い頑張りましょう。 T シャツを作るにあたって何が一番苦労しましたか？去年の T シャツはグラフィック T シャツで、ただ顔がはっきり写ってんのは恥ずかしいんで、めっちゃこう動いてブレてる首元だけだったりとか、目元だけだったり手だけだったりとかみたいな T シャツを作ったんですけど、その写真撮影が一番苦労しました。丸さん、かっこいい職業ベスト3。まあでもやっぱ人を救うのはかっこいいよね。医者、消防士みたいなかっこいいよね。あとはまあ何かしらのインストラクターの先生、
インストラクターの先生ってかっこよく見えるよな。綺麗な涙を流す場面が印象的なのですが、鼻水を出さずに涙を流す方法ってありますか？もちろん、俺が聞きたい。出る時と出ない時とは、あれは何なんだ。鼻水しか出ない時もあるし、あれは本当に何なんだ、困っちゃう。死んじゃった人をこうやってやりながら泣くシーンとか、大体の人が経験したいと思います。鼻水ビローンチュのあの、シュールな光景。タケルさんにとって A とは、何やそれ、どこじゃ。やばい。俺これが嫌だから、プロフェッショナルとか絶対出たくない。気の利いたことが言える人だったらいいでしょうけど、まあお洋服、お洋服のお仕事です。以上です。クリアです。ルームウェア2名の方に、はい、2名の方にやりました、皆さん。 NEXT1 よし、謎解き1分以内で答える。よし来た、俺はこれがやりたかった。こちらに問題が書いてありまして、こちらに答えを書いていただこうと思います。オーケー、任せろ。いいよい。やる気が。いくぞ。すごい。いきます、よーい、スタート。アーモンド。はい、正解です。よし。すごい、やりました皆さん。いや、もう非常に簡単な問題でしたね。答えはアンサー、グリーンは緑、クエスチョンは問題のことなので、答えはグリーンの5文字なんで答えはアーモンドでした。すごい、やりました皆さん。それで3名の方にプレゼントですね。はい、よしよし。 NEXT3、 1、2、3、今年の抱負を書く。いやいやわあれ、いやいやわあ、いやいやわそんな今年の抱負書くのいやいやわ。いや、なんかもう自分らしく生きてればいいんだよ。2023も2024も2025も一緒なんだよ。自分らしく生きてりゃいいんだよ。じゃあ書きますね。はい、俺もファンクラブ作りたいです。なんか去年神木がファンクラブ設立してたんですよ。知らんのに。知らんの。この前なんかその神木のファンクラブコンテンツの中でなんかラジオみたいなのがあって、それに読んでもらって、そのちょっと収録したんですけど、なんかそれ見てたらいいな、俺もやりたいなって思いました。ファンクラブというものを作ったことがないから、佐藤健オフィシャルファンクラブいいな、俺も欲しいなって思いましたとさ。クリア。クリアです、おめでとうございます。4名素晴らしい。3です。すごい。最後は謎解きで、うん、ああ素晴らしい、締めようかな。はい、素晴らしいです。1分でいけるかな。なんかもうさっきの10秒見たから、なめるなよ。はい、同じく、では1分で任せろ、続きお願いしたいと思います。ではいきます、よーい、スタート。ほい、お、どっち、どっち、うん、難しい難しい難しい。ちょっと難しくしてみます。30秒。やべ、見つかんねえ。見つかんねえ。これが結構あと2秒です。くっそ、待ってないぞ。4、3、2、
終了です。見つからなかったぞ。え、マジである？ぜひ見つけていただきたいなと。ですね、今私は何に苦しんでいるのかということを説明しますね。その左側、こっちに目があるから、こう見るとひらがなで白って書いてるように見える。それ同じように、これはひらがなで鉄って読めるんですよね。でこれはこう見ると黒ってひらがなで見えるので、この赤いハテナは黒だと。でこっちは50音で1個ずれる、でカーの次はキ、チの次はツみたいなことですね。でそうやってやっていくとハテナになるんですね。で読むと最後の答えは黒のハテナの下にあるって文章が出まして、ここに黒のハテナがどうしても見当たらない。この枠気になるなって思うと、ここにあるんですよ、枠が。だからここの枠の中に黒のハテナがあるはずだってずっと見てたんだが、ないっていう時間でしたね。で枠が一致してるからここなんですよ。で黒のハテナが絶対、ああハンガーハンガーだけどハテナではない。あ、これだ。お、面白いことしてる。ほぼ全てがハンガーなのだが、ここだけハンガーじゃなくてハテナになっている。なるほど。でこの黒のハテナの下を読むとスゴロク。答えはスゴロク。くそくそ、やったー。そう、これは私の負けですね。まさか A の動画でこんな洒落たことをしてくるとは思わなかった。舐めていた。ということは結果は4クリア。はい、4名様に。4クリアか。ということで4名の方にこちらのルームウェアセットと、この前の A の動画でどの写真がいいみたいな募集したんでね、その中で一番人気だった写真がパーカーのやつだったんですけど、なんでこの1位の写真のポストカードにサインしたものを一緒にプレゼントしたいと思います。その抽選の詳細は概要欄を見てください。ということで、まあ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 、けん玉が入ったからいいでしょう。すごいですね、確かに。あれが今日のハイライトだ、俺の中で。はい、まあでも本当は私は本業があの謎解き系 YouTuber なので、この本業の方でちょっと失敗してしまったのは非常に反省すべきことですね。まだまだ実力不足ということで、今年はより一層謎解きの方もですね、真剣に油断なきを取り組んでいきたいなと思っておりますので、2024年もよろしくお願いします。ありがとうございました。